日本語コンテペイ皆さん皆さん元気ですか日本語コンテペイの時間ですね、えー、今日はですね少し特別なポッドキャストです、えー、僕は本を書きました本本を書いたんですが多分たくさんの人はそれを知らなかったと思いますなので ここでもう一度本を説明しますこの本は「日本語コンテッペブックよろしくお願いします」1という本です世界中のアマゾン、キン k i n d l e k i n d l e ストアで買うことができます Kindle を持ってなくても、えー、Kindle for Mac Kindle for PC を使って読むことができます皆さんの日本語のためにとても便利な本になっていると思います。日本語コンテッペポッドキャストとほとんど同じです。だから声に出して読むことができます。今日はその最初のチャプターですね。 1>, 1を僕が読んでみたいと思いますえー、聞いてみてもし好きだったら買って読んでみてください皆さんも読んでみてくださいそれでは読んでみます「日本語コンテッペよろしくお願いします」1前書き はいみなさんこんにちははい日本語コンテッペの時間ですみなさん元気ですか僕は今日も元気ですよというわけでいつものように始めてみましたいや暑い暑い暑いですよ 今は夏夏です僕の家は古い家なので冬は寒くて夏は暑い最高ですね自然ですねナチュラルですまるで日本語コンテッペのよう 多分これを今読んでくれているほとんどの人は日本語コンテッペイポッドキャストのことを知っていると思います希望ですけどほとんどの人がほぼ毎日聞いてくれていると思いますでももしかすると僕のことを まだ知らない人もいるかもしれないのでまずは簡単な自己紹介からさせてください僕の名前は「てっぺいと言いますたまに YouTube のコメントとかで「てっぺい先生いつもありがとうございます」 書かれることがありますけどそっちの鉄アイロンじゃなくて哲学の鉄の方です哲学の鉄と平和の兵で鉄平と言います平和の哲学いい名前だと 思いませんか時々僕のことを「台北」と間違える人もいますけどそれはもちろん違います。僕の名前は「鉄平」ですし台北じゃなくて東京に住んでいます。 僕の出身は九州の大分県です温泉で有名な県ですけど僕の町には温泉がありませんアンラッキーですねでもそれが人生です僕の町には確かに 温泉はないかもしれませんけど、しいたけならたくさんあります。しいたけはとてもおいしいキノコです。スーパーマリオもキノコを食べて大きくなるし、アメリカの偉大なバンド、グレートフルデッドの アートデザインにもキノコがたくさん出てきます。ということは僕の出身の町に住む人々はまるでグレートフルデッドのファンの人たちデッドヘッドのようにとてもハッピーなはずですところで僕は今 日本語の先生をしています知ってましたかそれもまたとてもラッキーでハッピーなことです。ーーというプラットフォームの中で僕はこれまでに7,000以上2022年7月現在の レッスンをしましまた。レッスンと言っても僕は世界中の人たちと毎日話をしているだけですだけど実はそれはそんなに簡単なことじゃないんです僕はともかく 特に外国人の生徒さんたちにとって日本語だけで60分間会話をするということは本当にとても大変なことなんです。とても大変。だけどとてもとても効果的な勉強方法です。 はじめはみなさんとても緊張していますだけど少しずつ大丈夫になっていきます慣れていきます僕が努力をしていることはできるだけみなさんを緊張させないことです 先生、私めっちゃ緊張しています」と生徒さんたちはよく言います「僕は僕と話すことに緊張する必要はないですよ。どうぞよろしくお願いします」と励まします「僕は 生徒さんたちに本当に緊張をしてほしくないですだから僕はいつもドレスダウンをしますジャケットやシャツなんかは絶対に着ません侍のような着物や忍者のような服も きません僕はできるだけ普通に見えるように努力をしていますいつも同じ T シャツ洗いますけどにいつも同じフリースジャケット洗いますけど髪はボサボサで。 洗いますけど顔はゾンビ起きたばかりなので仕方がないですだけどコーヒーを片手に「おはようございます」と言うと僕の中で何かのスイッチが入って急に元気になります。 ゾンビからスーパーパサイヤ人になります。生徒さんやポッドキャストを聞いてくれている人たちはいつも僕に「先生はいつも元気ですね」と言ってくれますでもそれは実は違います 僕はいつも元気なタイプじゃないしどちらかというと疲れやすいです普段はどちらかというと静かな人間です信じてもらえないかもしれませんがでもレッスンが始まったりポッドキャストが始まったりすると 急に元気になります理由はよくわかりませんよくわからないけど多分それはこの仕事が僕にとって転職だからなんだと思います転職というのは 自分に合った仕事という意味です。引っ越しのアルバイトやお好み焼き屋のアルバイトはわずか1日でやめてしまった僕でも、ポッドキャストはすべてのチャンネルの合計で2000エピソード以上 作り続けているし先ほど話した「愛湯器」でのレッスンはもう7,000回以上やっています引っ越しのアルバイトでは重い荷物から逃げてばかりいてお好み焼き屋のアルバイトでは厚すぎる鉄板から 逃げていた僕は今日も逃げることなく元気にマイクの前で話し続けています僕は2018年に日本語学習者の皆さんにできるだけたくさんの自然な日本語を聞いてもらえるように 日本語コンテッペイポッドキャストを始めましたそして今度は皆さんにできるだけたくさんの自然な日本語を読んでもらえるようにこのエッセーみたいなものを始めます実は ポッドキャストとほとんど同じスタイルです。いろいろなトピックについて書きます。いろいろなことを考えてみます。今日からまた皆さんと一緒にいろいろなトピックについて考えることができて僕は嬉しいです。 それでは皆さんこれからしばらくよろしくお願いします。チャオチャオ、アスタルエゴ、またねまたねまたねはいチャプター1でしたね。えー、よかったらぜひ買って続きを読んでみてください。 皆さんのためにとてもあのー、いい勉強になると思います。今日は長く聞いてくれてありがとうございました。それではまた皆さん。チャオチャオアスタルゴ。またねまたねまたね。またね